で、あ、もう喋るかな。ボールトが来なかったか。ああ、見なかったよ。それよりこの子を紹介するよ。この子は、なんてことだ。ここにいないとなると、向かってしまったよね。ちょっとどうしたって言うんだよ。せっかくおいらがこの子を紹介しようってしたのに、ポーレってやつがカオスの森に現れた魔族を退治しに行ってしまったんだ。え？なんだって？噂を聞いたらしい。親父さんを殺した魔族がカオスの森に現れた。ああ、これまずいんじゃないの？何やってたんだよ。どうして止めなかったんだ。俺は知らなかったんだ。喧嘩してる場合じゃないでしょ。早くなんとかしないと。モニカがさ、これ完全にもう溶け込んじゃってるんだよね。カーグが翼生えた時に、真っ先にね、向かってったのもね、モニカだったしね。あれはね、すごい優しいなと思った。マルもその後言ってくれたしね。でもあんまりみんな動揺してなかったんじゃないかなと思うんだけど、まあ大人だからかな。そうだよ、ポーレットが危ないよ。助けに行かなきゃ。この子はお前の知り合いか。うん、ベイドワって言うんだ。君はついてきちゃダメだよ。もうベベドアは分かってんのかな。よし、行こう。ベベドア、どこかで聞いたような名前ね。立ち寄な、何をしている。急げ。分かってるわよ。ちょっと軍服をさ、なんか別の色にしてほしかったね。どうしても白衣のお姉さんにしか見えないんだよな。心の悲鳴が見える。人間の心、小さく弱い心、強くカーグを求めてる。 カーグがいないと何もできない。私たちと同じ、ダークのいない魔族と一緒。もう少しこっちで遊びたかったけど、カオスの森の方が面白そう。もうベドワの俺はね、心が読めない。心があるのかもわかんないけど、やっぱり破壊衝動があるのかな。遅い、遅すぎる。ベベドは何やってんのかね。人間に捕まったんじゃろうかの。またそれかよ。ベベドはなら平気っつったのはあんただろう。わらわはあくまで推薦しただけじゃん。決めたのはそなたであろう。なんだって、この野郎。ひ 人間じゃ。え、来たか。何？貴様たちを殺せばたんまり金がもらえるんだ。覚悟しろ、魔族。ちょうどいいや。待つのにうんざりしたんだ。一暴れしてやろうぜ。退屈しのぎにはなりそうだな。三人か。まあいいや。やれんのか。やられたいのはどいつだ。むせちゃったよ。あ、お、ランランランサー、やりやりやりだな。お、ムチモチスピア。刀レディ。あ、女の子もいるの？ちょっとズームしろ、ズーム。で、刀ハンター。おい、二刀流。うわー、これ使いづらそうだ。もうちょっと、獲物はね、小さい方が。いいと思うんだけどな。使いづらそうだよな、これ。情けは無用。この心だけ忘れるでないぞ。どうしたものかの。よりによって人間の縄張りで戦う羽目になるとはの。こんな時、ダーク殿がおれば心強いのじゃが。ぐちゃぐちゃ泣き言言ってんじゃねえよ。ダークなんかいなくたって平気さ。そなたこそ無理してるように見えるぞい。うっせえ。さっさと片付けるよ、こんな敵。一応、まあ、バフっていうのはバフだけかけて、スリープ、突っ込んでみる？カットレア、まあ、ガードフィールドつけたから、ボコボコにされても、まあ、なんとかなるだろう。スリープウィンドウ、こういう感じだっけ？そしたら、そしたら前に出して、あ、ちょっと。ここでいけるか。
お、足入ってんだろそれ。よし、これでいこう。わらわを夢見て眠るがよい。スリープウィンドじゃ。あー、ダメ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 っすね。お、なんだ。おお、ちょっと、なんですか今の。振り下ろしとはまたちょっと違う感じがするけど、アーク2の。いい感じっすね。集まってきた、集まってきた。させるか。ギタギタにしてやる。ウィップの先にあれだ、なんか鉛がついてる。なんかモーニングスターとはまたちょっと違うのかな。フレイルとかそっちの感じがするね。よーし、どれがいい？3体、これがいい。これがいいか。どっちがいいかな。どれでもいいか。怒りの豪華を食らいな。ファイヤーストーム。あ、コメント俺返してねえな。これコメント返す前にやっちゃったな。書けばよかった、ちゃんと今返そう。そうだね、ダーク羽なんでダークが急に羽が生えたんですかね。なんだろう、なんか自覚っていうか、なんかその力の自覚をするとそんな感じに なったのかな。その解放されていくのかな。極寒の吹雪を荒れ狂え、ブリザード。もしくはカトリアもうこれスピアハンター、まあほっといてもいいかもしれないけど、どうしようかな。ほっといていいか、ほっといていいから、こいつにあー、ちょっとそれがないか。そうだね、精霊石はボルクとデルマが拾えばいいや。あー、行かなかったか。そっち行くか。反撃しないんだなこれは。お、なんだい。おお、こんなものか。いやいやいや、十分だよ、それ強いよ。あ、攻撃便しかない。リフレッシュあるんですね。なんだよもう、しょうがねえな。リフレッシュ。昔覚えたんだよな俺は。ナイスだ。酒は無用。いやいや、必要だよこれ。40、これ結構食らうからね。あの毒座様がすっげえ食らったからね、あれびっくりしたよ本当に。終わったかと思ったからね。おらぞ。OKOK。じゃあもう一回ブリザードでやってもらおうか。これでこう今上昇不安定になると力が解放されるのかな。吹雪を荒れ狂え、ブリザード。ディルズバルド軍、一番最初ディルズバルドの兵士に対して、またスリープウィンド行こうか。精霊石は？あ、いいよね。あーこれ、あ、ストーンラッシュでやいいか。もう一個ね、強いあの魔法が欲しいんだけどね。石の雨よ、敵に降りかかってたもん、ストーンラッシュじゃ。あ、行かなかった、マジか。よっ、あ、いるわっていうのか、なんか。おっ、おかっこいい、やるね。かすりもしないね。ここは木は、あ、届かないな、届かないし、これファイヤーストームとかでやれる。あ、一体ずつみんなで行こうか。17、18、16だから。覚悟しな。ね、情緒不安定になったり。戦いの時が来た。あとはこいつだ。容赦せんぞ。超。よし、あ、アイテム拾いたい。ごめん。わらわがお相手しようじゃ。アイテム拾って。あんまりじゃ。ヒールレインで一回回復しよう。喜ぶがよい、恵みの雨じゃ。ヒールレインじゃ。ね、ピンチになった時とか、なんか異常な精神状態の時に。私ならギッタギタにしてやる。そうだね、ギッタギタにできるね。もらっとくよ。よし、これレベル上がるんじゃないか。EXP は？あ、ダメだね。お、クラスアップ。カトレア、ねえ、そろそろ。そうだね、なんかメテオフォールみたいなの覚えてほしいんだよね。どうしたんだよボルク、もう疲れたのかい。
この大陸に来ると古傷がうずくだけだ。それにしても人間なんて大したことないね。人間を侮ってはダメじゃ。連中の武器は恐ろしいぞい。ああ、恐ろしいの来た。ちっ、また出やがった。ついに見つけたわ、お父さんの仇。その声、聞き覚えがあるぞ。忘れもしない、あの時の人間の娘。覚悟しなさい。覚悟をするのは貴様の方だ。妻と子を殺された恨み、片時たりとも忘れはせんぞ。片時、父と同じく返り討ちにしてくれる。そうか、ボルクはやっぱりパパさんやっつけたのか。ああ、他にも来た。ギリギリ間に合ったようだな、ポレット。一人で魔族退治は無茶だよ。ん、あ、オルコ族。ああやつは、お前はあの時の魔族、まだ生きてらんの。そう、いい研究材料になりそうね。これ味方になってさ、すげえ心強いよね。研究材料とかさ、なんたるいい草。人間は一人残らず倒す。死にたいやつからかかってくる。あ、ベベドはダメだ、こっちに来ちゃ遅いよベベドは。嘘だろ、ベベドアが魔族。私魔族じゃない、私はモンスター。思い出した、あれはパペットマスター、ベベドア。あ、いたよね、タチアナ、別名人形使い。イニシエの時代に封印されたドールマスター系モンスターよ。あ、そうか、ゴーレムとかを操ってたやつか。あいつの魔力にかかると操られる。ここは一時退却しましょう。オルコ族は皆殺しだ。さあかかってきなさい。まずいわ、みんな冷静じゃない、なんとかしなくては。お、うお、お、うお、まぶしいなんだこれ、目が、目が。くそ、どこだ魔族。邪魔するのは誰。みんな頭を冷やしなさい。こんなところで死んだらカーグは悲しむわ。今逃げるのよ。ああ、これモニカに感謝だな。まだ目がチカチカする。人間のもめ、あれが人間じゃ。科学とかいう魔法を使うのじゃ。穴恐ろしや。ほんとあんたビビってばっかだね。人間なんて生まれなきゃ何にもできない生き物なんだよ。そなたとて後を追わなかったくせしてよく言うの。なんか言ったかい。鼻が動いたり口が動いたりさ、あのカトレアの動きがちょっと最近可愛く見えてきたのは気のせいかな。そうに決まってる。そんなことよりベベドアや、ダークドドの足取りはつかめたかの。ダーク、真実の洞窟へ行った。真実の洞窟？それでどこにあんだよ。知らない、マルも知らないって。そんじゃ意味ねえだろ。オルコの顧問生は知らぬのかい。真実の洞窟といえば冥府クラーフ島の洞窟。ここでクラフトを出してくんのか。てかカトレアは何でも知ってんな。わらわたちピアンダ族の伝承では死の世界と呼ばれておる。呪われたクラフトに真実の洞窟はあるのじゃ。我らウーファーの宮殿にもある。南海の彼方にモンスターの墓場あり、名をクラフという。クラフは地獄の島。そこへ行った魔族には死より恐ろしい苦しみが待ち受けるという。あれかな、ヘモジーになっちゃうのかな。なんだってダークはそんなよりによって恐ろしいとこに行っちまったんだい。わからない、マルがそう言ってた。ダークはナフィアを殺してリディアをさらって真実の洞窟へ行ったって。
リリアだって？なんだってあの女がダークとしにいるんだよ。黄色の嫉妬、ポーレットより濃い色。やっぱり魔族の方が鮮やか。あれだな、直線的なんだろうね。何言ってんだよ、こんな時に。大変じゃの。己の美しさに自信のない女子は。うるさいね。私たちもクラフトへ行くよ。ダークを連れ戻すんだ。いいね。いや、行くよっつったって行けんのかい？あ、終わっちゃった。おい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 。もうちょっとやらせてくれよ。もうちょっとやらせてくれよ。これ最近ちょっと展開がね、パッパパパ変わりすぎてね、若干物足りないんだよ。でもクラフトがそんな場所になっちゃってはね、アークザラット2の時はね、アークたちの隠れ家として使っていたけど、実際ね、探検することはできなかったんで、初ですね、初クラフトですね。あれ？魔族、人間、ボス、まだ飛び続けるんですか？そろそろ精霊石残り少なくなってきましたぜ。なんとかする。いいからこのまま飛べ。うっす。なんとかする。なんともならねえだろ、精霊石なんて。母さん、俺は随分おとなしいな。乗船した時には俺を真実の洞窟に連れて帰って行くんだろうよ。助かったよ。その洞窟がクラフトってとこにあることをあんたが知ってて。あ、カードもやっぱ知らなかったのか。本当かどうかは分からんぞ。クラフトそのものが船乗りたちの言い伝えの中に出てくるだけなんだ。実際に存在するかどうか怪しいもんだ。母さんの仇を討つためだ。どうしても見つけたい。お前の母親の評判はだいぶ昔に俺にも聞いたことがあって。え？ニーデリアにナフィアという、ああこれなんだろうな、除血かな、アリってな、女血かな。若い頃は自ら剣を持って侵略して戦ったり、随分勇ましい人だったようだな。そうなの？武闘派だったんだ。その頃の母さんのことはよく知らないんだ。俺にとって常に勇気を持って行動しなさいって口うるさく言ってた割に、いつも俺のことを心配してる普通の母親だった。ならその点に関してはきっとおふくろさんも本望だろう。お前は十分教えを守ってるよ。母さんの思いは自分でも理解してるつもりだったけど、本当は何も分かっちゃいなかったんだ。なんでそう思う？母さんには誰にも言えない秘密があった。人知れず苦しみ悩んでいたんだと思う。でもね、それをね、息子に、カーグに言わなかったのはね、やっぱ罪だよ。置き手紙ぐらい置いとけよってね。あんたにこのことを言うとクラフト探しを断られそうで、今まで黙ってたんだけど。なんだ？俺には魔族の血が流れている。俺は母さんと魔族の父親の間に生まれた子だったんだ。まさか本当さ。ユーベルの町に戻った時、俺の背中から翼が生えた。これ以上確かな証拠はないよ。まあ今ね、プラモデルみたいに撮っちゃったけど、ポロッと撮んのやめてもらっていいですかね。あれちょっとそんなに簡単なもんじゃないでしょ、生えたっつったって。人間と魔族の子だからって誤解しないでくれ。二人の間にはもちろん愛なんてなかった。母さんは魔族のせいで望まない子を宿して。俺はさ、俺わかんないんだけど、そういう間に出てきちゃった子でもやっぱり可愛がられるのかね、ちょっとわかんないけど。あるいは、俺は本当は母さんの子じゃなくて、どっか魔族の子をお母さんが引き取って育てたって可能性もある。さっきからそのことを考えてたのか。
どっちにしろお前には辛い結論だな。このままクラフトを探してもらえるか。国を追われて仲間たちからも見放された。そんなことなかったよ、そんなことなかったよ。フォレット以外はもう戻る場所がないんだ。私にはもう友人はいない。一つ聞きたい。ダッカムの野望を阻止するっていうお前の目的はどうするつもりだ。それは今も変わっていない。まずダークを仕留めてリリアを助けたら、次はダッカムだ。ディルズバルドを倒して、それから魔族を滅ぼす。そうやって人間としての俺をみんなに認めさせるんだ。計画性あるな。超計画性あるな。おい、伝承ではクラフトには奇妙な石碑が並んでるって話だ。島が見えたら石碑はあるかどうか確かめろ。わかりましたボス。ごめんね、エンリケ、ホモと勘違いして。じゃあいいのか、このまま。お前が人間だろうが魔族だろうが俺には関係ない。お前がディルズバルドを倒そうとする限り、俺はお前と手を組める。ありがとうシャムス。ボス、島が見えてきました。そうか、石碑は？あります。先の割れた白いのがあちこちに。よし、クラフトを発見した。全員着水準備にかかれ。あ、そうか、お船だから水の中にも入れる。水の中っていうか浮けるんだっけ。この船超便利だな。普通の飛空艇よりも役に立つかもしれない。役に立つっていうか有用かもしれないな。そして56分、特にお話は進んだけど戦闘はないですね。シャムスはやっぱパディに入っていないと。入ってくれるかな。シャムス、ありがとう。そろそろ船を降りるよ。そのことなんだが、俺もお前と一緒に行くことにしたぜ。え？なんであんたまで？クラーフ島は未知の島だ。どんな凶暴なモンスターが、魔族が住んでるかわからん。一人で行くのは危険だからな。力を貸してやる。それはありがたいけど、どうして？乗りかかった船だ。お前がリリアに会うまでは付き合うぞ。いや、船に乗ってきたのはお前の方か？盗賊団のボスがそこまでお人よしとは思えない。何を狙ってる？実は俺にも旨味はある。未知の島ってことはまだ誰にも荒らされてないってことだ。ということはそれだけお宝がある可能性も高い。財宝が目当てなのか？盗むのはディルズバルド軍から。お宝探しも必要だ。まあそうだろうね。本当さ。さあ急がなくていいのか。仇の魔族を見つけるんだろう。ああ、行こう。来たね、これじゃあ。ああ、精錬石、あ、そうか、ストーンホルダーがないだけか。レベルは20、結構高めですね。じゃあ次回、ね、シャムスンの詳細は次回に回しましょう。